ナンバーアンダーラインアイアイス、驚異的な会心劇。海外メディアも注目するその魅力を徹底解剖。ナンバーアンダーラインアイアイスの隠された意味とは、英語歌詞を徹底解釈。グラミー賞受賞者が認めた楽曲。ナンバーアンダーラインアイの、アイスが、今、国内外で大きな注目を浴びていることをご存知でしょうか。その背景には、 海外メディアも注目せざるを得ない驚異的な制作人と、楽曲そのものの持つ深い魅力があります。この楽曲は、ただのポップソングではありません。それ以上に、グラミー賞を受賞した制作人が手掛けたことで、楽曲のクオリティが国際基準をクリアしていることがうかがえます。特に、アイスのような楽曲が海外で評価される理由の一つとして、そのリズム感や歌詞の深みが挙げられます。 英語の歌詞が中心となることで、国境を越えた共感を呼びやすくなっており、これが海外のメディアやファンたちの関心を引いているのです。ファンたちの反応も熱狂的です。多くのリスナーが、初めてこの曲を耳にした瞬間から胸が高鳴り、心が引き込まれるというコメントを寄せています。アイスは、ただの音楽ではなく、心に響く感情の旅へと誘う一曲です。ラテン系のリズムに加え、 クールでありながらもどこか色っぽさを感じさせる音楽の展開がこの曲の魅力をさらに引き立てていますそしてリスナーたちはそのセクシーさや大人っぽさに圧倒され同時にその洗練されたスタイルに感動しているのですさらにアイスの最大の特徴の一つはダンスミュージックとしての可能性ですこの曲はただ聴いて楽しむだけでなく身体を自然と動かしたくなるようなリズムが特徴的です 特に、社交ダンスやラテン系のダンスが好きな人々にとって、この曲は完璧にフィットするでしょう。多くのファンが、彼らのライブパフォーマンスで、アイスを見てみたいという願いを抱いているのも、このリズムの魅力によるものでしょう。実際、ナンバーアイがこの楽曲をどのようにライブで表現するのか、生で体験できる人々が羨ましいという声も多く聞かれます。このように、 アイスは音楽としての質の高さだけでなく、そのパフォーマンス性も含めて、多くの人々を魅了しています。そして、その背景には、プロデューサーガン君の才能が大きく関わっています。ファンたちは、彼の音楽に対する多彩なアプローチと引き出しの豊かさに驚かされ続けています。彼のプロデュースによって、アイスはただの1曲以上のものになり、ナンバーアンダーライン愛の音楽的な成長とともに、 リスナーたたちを新たな音楽の世界へと導いていてま,またアイスが持つラテンリズムと RB の融合もリスナーたちを引き込む大きな要素の一つですこの2つのジャンルが絶妙に融合することで楽曲は洗練された大人の雰囲気を醸し出し同時に熱い情熱を感じさせます特に3人のボーカルが美しくハモる瞬間はリスナーの心をつかんで話しません これまでの日本の音楽シーンではあまり見られなかったこのボーダレスな音楽スタイルは、まさに世界に通用するサウンドであり、これが多くのファンにとって新鮮で魅力的に感じられる要因となっています。アイスが初めて公開されたとき、多くのファンが夜中にその曲を聴いて目が覚めたとコメントしています。それほど、この曲は一度聴くと頭から離れないインパクトを持っています。そして、何度もリピートして聴くうちに、 そのリズムとメロディ歌詞の深みにますます引き込まれていくのです。この現象は、ただ一時的なブームではなく、楽曲自体が持つ普遍的な魅力によるものでしょう。リスナーの多くが、アイスを繰り返し聴き続けていることが、その証拠でもあります。特に注目すべきは、楽曲制作に関わった人物たちの才能です。世界的に有名なプロデューサーや作曲家が手がけたこの曲は、 ただの偶然ではなく、計算された音楽的な美しさと技術が詰まっています。海外のメディアがアイスに注目している理由の一つは、この制作陣の豪華さにもあります。彼らの手によって生み出されたサウンドは、国際的な音楽シーンでも通用するレベルのものであり、これが海外のファンにも受け入れられている要因となっているのです。また、アイスの歌詞についても多くの議論がなされています。 英語の歌詞が中心となるこの曲は、リスナーにとって新しい解釈を求めるものであり、その中に込められた感情や意味を深く考えることができます。ファンたちは、この歌詞の解釈に夢中になり、そのエロティックでセクシーな側面に驚きと共感を抱いています。特に、英語の歌詞が持つ微妙なニュアンスが、日本のファンにとっては新鮮であり、これがまた、アイスの魅力を一層引き立てています。このように、 アイスはそのリズム、歌詞、パフォーマンス性の全てにおいて、非常に高い評価を受けています。そして、ナンバー・アンダーライン・アイというグループ自体が、日本だけでなく世界に向けてその存在感を示し始めています。彼らの音楽は、もはや日本国内にとどまるものではなく、国際的な音楽シーンにおいてもその名を知らしめる時代が来ているのです。多くのファンが、アイスをきっかけに、 ナンバーアンダーライン愛の他の楽曲にも興味を持ち、その音楽の幅広さに驚かされています。特に、ラテン調やレゲエ、RB など、さまざまなジャンルを自在に歌いこなす彼らの才能は、まさに驚異的です。この成功の背景には、トベの戦略的なアプローチも大きな要因となっています。トベは、国内外の音楽市場を見据えた戦略を持ち、 ナンバーアンダーライン愛を世界的なアーティストとして成長させるための道筋を描いています。これまでにない挑戦と新しい試みを続ける中で、彼らはファンたちを常に驚かせ、期待を超えるパフォーマンスを提供し続けています。そして、その結果として、アイスのような楽曲が誕生し、国際的な評価を得ることができているのです。今後も、 ナンバーアンダーライン愛はますますその音楽的な進化を遂げていくことでしょう。彼らの楽曲は、リスナーに新しい視点を与え、感情に訴えかける力を持っています。特に、アイスのような楽曲は、これからも多くの人々に愛され、聴かれ続けることでしょう。そして、そのパフォーマンスを生で見ることができる日が来ることを、ファンたちは心待ちにしています。アイスがもたらす影響は、 ナンバーアンダーラインアイにとどまらず、日本の音楽シーン全体にも波及しているといえます。これまでの日本の音楽シーンは、国内市場を重視し、ある種の閉鎖的なアプローチを取ってきた側面がありました。しかし、ナンバーアンダーラインアイが、アイスを通じて見せた新しい可能性は、国際的な音楽シーンと接続する道を切り開いています。英語の歌詞、ラテンリズム、 そして RB の要素を取り入れた楽曲構成は、これまでの日本のポップミュージックではあまり見られなかった斬新さを持っています。さらに、この曲が海外で反響を呼んでいるのは、日本のアーティストが持つ潜在的な力を示しています。これまで、日本の音楽はアニメソングや J-POP というカテゴリーで認識されることが多かったのですが、アイスはその枠を超え、より多様な音楽性をアピールしています。これは、 ナンバーアンダーラインアイだけでなく他の日本のアーティストにとっても大きなインスピレーションとなるでしょう今後彼らに続いて世界を視野に入れた音楽制作に取り組むアーティストが増えていくことが期待されますまたアイスの持つリズムやメロディーが特にヨーロッパや南米などのダンスカルチャーが根付いた地域で評価されているのは興味深い点ですこれまで日本の音楽が国際的に評価される場面は限られていましたが 今回のアイスの成功は文化の壁を越えて人々の心に響く力を持っていることを証明しています。特にイタリアなどではアイスが配信され現地の音楽ファンたちからも熱烈な支持を受けています。このような国際的な展開は今後のナンバーアンダーライン愛の活動にも大きな影響を与えるでしょう。リスナーたちの反応を見るとアイスを聞いた瞬間に胸がざわめくという声が多く聞かれます。 それは、楽曲の持つエネルギーやメッセージが、ただ耳で聞くだけではなく、感情に直接訴えかける力を持っているからです。この曲は、リズムとメロディーの融合によって、まるで一つの映画を見ているかのようなドラマチックな体験をリスナーにもたらします。例えば、あるファンは、初めて聞いたときからアイスに心を奪われた、と語り、その衝撃的な体験を振り返っています。 これほどまでに人々の心に深く刻まれる楽曲は、そう多くはありません。加えて、アイスはその歌詞の内容からも多くの話題を呼んでいます。英語で歌われるセクシーで情熱的なリリックは、日本のリスナーにとって新鮮であり、少し恥ずかしいと感じる一方で、その大胆さに惹かれるという声も多く聞かれます。海外では、このような情熱的な歌詞が評価されることが多く、 アイスが国際的なリスナーにも共感を呼んでいるのはまさにその理由によるものです。このように歌詞の内容が持つインパクトもアイスの魅力の一端を担っています。この楽曲の成功を受けてナンバーアンダーライン愛の今後の展開にも期待が高まります。彼らはこれまで日本国内を中心に活動してきましたがアイスの反響を受け海外ツアーや国際的なコラボレーションを視野に入れることになるかもしれません。 ファンたちは彼らが世界中のステージでこの曲をパフォーマンスする日を心待ちにしています。また、アイスのような楽曲が日本の音楽シーンに与える影響も無視できません。これまでにないスタイルとアプローチが他のアーティストにも刺激を与え新たな音楽の潮流を生む可能性があります。